まあ、給料とか労働条件の割には過酷ですよ、ね。でも、CA になりたいんです、憧れなんです、みたいな女子大生未だにいますね。やめとけよといつも言うんですけどね。1980年代にいっぱい事故を起こしてるんですよ。国際線でも事故多分2回ぐらい起こしてるのかな。で、最終的に経営破綻するんですね。JAL <noise> っていうのは本当にひどい会社で昔は、 まあご存知の通と日本は1945年に戦争に負けますよね。負けた直後から、うん、GHQ によって日本国籍の飛行機は飛べなくなったんですよ。うん。日本国籍の飛行は禁止されたんです、うん、航空機の製造も10年間ぐらい禁止されたんですよね。うん、要は日本って愛禅国であった時の一番大きな痛手になったそれだし、うん、でも実はそれは表裏一体で、多分、トヨタ自動車とかホンダとかの 話のところに出てきたと思うんだけれども、航空機の製造をしてた人たちがみんな自動車を作り出したんですよね。例えば、中島飛行機って会社は、その後、プリンス自動車っていう、ね、一部の人たちはプリンス自動車ってのを作って、で、それが日産に買収される。富士重工もね、スバルの富士重工も昔は飛行機作ってたわけです。で、それがたまたまレシプロ機ってプロペラ機ですね。からジェット機に変わるぐらいの時,時代だったんですよ。 戦闘機も第二次世界大戦末期にジェット戦闘機とか出てきたわけですよ。ジェットエンジンの技術っていうのはできたばっかりぐらいの感じで、やっと実用化、戦闘機で実用化,化されて、その後、まあ1940年代からの後半ぐらいから、あの、普通に民間機でも使われるようになった技術なんですけど、ちょうどその時に日本はジェットエンジンの製造ができなかった。要は飛行機は作れなかったんで、日本の航空機産業っていうのはほぼ崩壊したんですね。 だから今でも翼とかエンジンの部品とかそういうものは作ってんだけれども、うん、インテグレーションする能力がないから、うん、日本では戦闘機とかのライセンス生産とか以外で民間の旅客機ってもう作られてないんですよね。自衛隊とかで飛行艇とか独自で 例えば、新明和工業っていうところは作ってたりとかするんだけど、まあ、あとはもう三菱重工とか作ったのは全部ライセンス生産ですね。F15 とか、うん、そういう,こう戦闘機のライセンス生産だったりとかして、民間機は、まあもう YS11 っていうプロペラ機以来、もう日本では作れなくなって、うん、まあスペースジェットって MRJ って言わ,れ言われていた三菱重工の飛行機も結局、頓挫してますよね。スタッキは作られたんだけれども、量産機は作られなかった。 で、ホンダもアメリカで作ってますね、ホンダジェットは。当然航空会社も禁止されて、<ー>1951年か、サンフランシスコ平和条約で日本の主権が回復してから日本で航空会社が認められるようになるわけです。それで設立されたのが日本航空。ただまあ、何社かがこう免許を下ろしてくれってなったんで、じゃあお前ら一緒にやれと、<ー>いうことで、 日本政府が半分出資して、残りは民間企業は出資して、半官半民の航空会社として作られました。いわゆるナショナルフラッグキャリアって呼ばれる、ナショナルフラッグキャリアって、その国を代表する航空会社。ただ、その日本航空が設立されたぐらいの時期って、日本もどっちかっていうと左翼化していった時代で、学生運動とかもものすごく盛んで、組合の活動とかがものすごく激しかった。 JAL は、組合が4つとかあるんですよ。で、そのまあ、組合員の人をモデルにした小説が、山崎豊子さんっていう人が書いた、沈まぬ太陽っていう小説があるんですけど、そこに出てくる恩知さんっていう人は、まあ、モデルがいるんですけど、実際の。その人は、第一ーソの初期長をやっていて、会社側と激しくやり合って、あの、左遷されるんだけど、本当にナイロビとかにいたんですよ、あの人。 モデルになった人は。モデルになった人が第一労組の初期長だったんだけれども、会社とバチバチやり合って、うざいから、会社側は第二組合を作ったんですよね。いわゆる五用組合ってやつなんだけど、JAL、うん、はね、確かね、最初の日本航空だけで4つぐらい組合があったんですよ。その第一労組、第二労組、基調組合、客室乗務員の組合とかなんかあって、結構めんどくさいんですよ。労働者対策みたいなのが。 で、まあ、半官半民であることもあって、純粋な民間企業よりも、そういったものに気を使わなければいけなかったりとか、するんで、そういうふうになったんだと思いますけれども、その後、実は、えあれは1990年代かな。東亜国内航空っていうところと、もう当時は JAS になってますけど、日本エアシステムと合併するんですよ。日本3位の航空会社だったんですよ。あるアナ、JAS ってのがあった。 ジャルとジャスは合併するんですよ。合併したらこのジャスの組合も入ってきて、多分組合7個ぐらいあったんですよ。だからね、めちゃくちゃ大変だったんですよ。まあ結構1980年代にいっぱい事故起こしてるんですよ。国際線でも事故多分2回ぐらい起こしてるのかな。80年か81年ぐらいに羽田沖事故ってのを起こしたんですよ。機長がミスってというか、ちょ,ちょっと頭がおかしくなって、まだ 着陸する前に海の上で逆噴射しちゃって墜落したんです。うん、薬とかの影響で頭おかしくなって、機長、うん、が逆噴射とか、うん、やめてください基地みたいな。副 <laughs> 操縦士が。もう当時の多分流行語対象みたいな感じでした。逆噴射。小学校3年生の時だったかな。うん、3分の1ぐらい乗客亡くなられたんじゃないかな、多分。で、その3年後ですよ。うん、は小学校6年生の時、今でも覚えてますけど、うん ス山の事事故、故。ジャンボ機がが墜落ししたた、はい、あれが決定的でしたね。もちろんあれは修理したボーイングも悪いんですけど、うん、圧力隔壁っていうのを大阪伊丹空港かなんかで起こした汁持ち事故によって圧力隔壁が破損していたのを修理をしたんだけど、うん、まあもう今は全,全特化しなきゃいけないルールになってますけど強度不足で金属疲労と残して、うん、相模湾沖で。 圧力爆撃がボーンって吹っ飛んで、垂直尾翼と水平尾翼が失われて、火事が効かなくなったんですね。そういう状態で相模湾で羽田に帰ろうとしたんだけど、まあそれは良くなかったですね。名古屋とかそっちの方に行っちゃった方が良かったかもしれない。風に結局やられて、大津高山に突っ込んで、うん、まあさらに悪かったことに、もう登山道もないような、もう卑怯なわけですよ、うん、あの山は。 地元の人ももう滅多に立ち入らないというか、ほぼ誰も行かないような場所にあったんで、今みたいに GPS とかもないから、飛行機はどこにあるかも分かんなかったわけですよ。この辺でレーダーから消えてるな、みたいなぐらいしか分かんないですよ。しかも真夜中、もううん、夜中だったから、分かんなくて、次の日の朝まで。だから、まあ、すぐ見つかってたら、もしかしたらもう少し助かってたかもしれないけど、まあ4人しか助かんなかった。まあ今でも覚えてますよ。 で、まあそういう事故を起こしたりして、もう評判が地に落ちて、経営状態はどんどん悪くなるにもかかわらず、組合の人たちは相変わらずそのストをやったりとかするわけですよ。いろんな負債が溜まって経営状態もどんどん悪くなって、うん、で、ジャスト合併したんだけれども、業績は上がらず、さらに社内大混乱みたいな感じになって、最終的に経営破綻するんですね。静ま太陽では最後、悪どい経営幹部が、 東京地検特捜部に逮捕されるみたいな話で終わってますけれども、実際の JAL は腐ったまんまで、ずっと腐り続けて、最終的に会社構成法っていうのを申請して潰れるんですね。最近亡くなられた、あの、京セラ創業者の稲森さん、稲森和夫さんが経営再建で入ったんですよ。経営の神様と言われた稲森和夫さん入って、うん、JAL を立て直したんですね。マイナーのこといろいろやったんだけど、割と良かったなと思ったのは、鶴丸のロゴを復活させたことですね。 あのマークって末期はなかったんですよ。うん、この鶴丸に対してすごく日本人は安心感があるんだって。で、今風にリブランディングして鶴丸を復活させたら、やっぱ日本人旅行者が海外であの JAL の鶴丸を見つけると安心するんです。稲森さんが社長になって、それで変わったんですよね。そこもリブランディングして昔の鶴丸を復活させて。で、債務がもう バーンってなくなったんで、今、アナの方が苦しいですよね。アナは経営破綻してませんからね。ジャルより良い,い経営をしてたのにも関わらず、うん、コロナで、あの、本当に存亡の危機に立たされたで,で。僕は結構使ってるんで、すごくわかるんですけど、もう以前よりかなり良くなりましたよね。うん、CA さんの接客とかも含めてですけど、明るさとか。昔ちょっとやっぱり踊んでたもんね。だから、うん、アナにばっかり乗ってた時代もありましたね。 一時期はやっぱりもう全然 JAL が、うん、ダメで。なんか JAL の飛行機って怖いよねみたいなのもあったし。立て続けに事故が起こってたんで、企業体質としてね。あと、あれですね。JAL といえば、ヤマト・ナデシコ。未だにあのイメージがあって、CA には。単なる、あれなんですけどね。ウェイトレスみたいなもんなんですけどね。まあ、もちろんその安全業務とかあるんだけれども、 まあ、給料とか労働条件の割には過酷ですよ。でも、CA になりたいんです、憧れなんです、みたいな、女子大生未だにいますね。やめとけよと、いつも言うんですけどね。割とヒールっぽい靴履いて、放射線もたくさん浴びるしね。何もいいことないと思うんだけど、あの、<laughs> よくやりますね、みたいな。今、さらに、飲酒の規制とかが厳しくなっちゃって、フライト中に飲んでる CA とかが問題になったりしたじゃないですか。フライト中に飲んでて、キッチンドランカーみたいになってる CA がいて、 それが問題になったりとかして、うん、今もうめちゃくちゃ厳しいんですよ。乗務員の飲酒規制が。うんうん、だから、出発の1日前とかかな。もう飲んじゃいけないんですよね。うん、だから、出張とか行っても、ニューヨーク行ったら2泊3日とか、1泊2日だったかな。うん、まあとにかくなんか、ニューヨークに入れるんですよね。うん、で、飲みに行ったりしたいじゃん。できなくなりました。あでもね、あれ、うん、俺、唯一、ゃある中途半端だなと思うのは、クラス J やめてほしいよね。 クラス J って1000円払ったら乗れるんですよ。安いからすぐ待まっちゃう。うん、まあでも ANA のプレミアムクラスもすぐ待まっちゃうけどね。だからクラス J はもっと値段上げろと思うし、やっぱ値上げに対して文句言われるからかもなんのか知らないけど、プレミアム系の座席は明らかに足りないよね。クラス J が実は導入されたのは JAL がダメになっていく時期だったんですよ。それまでは JAL と ANA はスーパーシートっていう今の ANA のプレミアムクラスみたいな座席を両者とも同じぐらいの価格帯で出してたんですよ。だけど、JAL、うん、はなんか土地狂ったのか、クラス J を導入して、で、ファーストクラスってのを作ったんですよね。<ー>そう。なんか中途半端なんですよね。これからやっぱり旅客需要は戻ってくると思うんで、しかも航空運賃みんな上げまくってくからね、今ね。もう今、国際線でビジネスクラスでヨーロッパ往復するともう確実に100万円以上かかりますからね。 昔は世界一周できてましたからね。要は基本的に国際線っていうのは往復チケットなんですよ。基本的に往復チケットなんで、うん、両方買わなきゃいけないんだけれども、うん、たまにその片道で行く人いるじゃない、うん、長期滞在する人とか片道チケットだけで行くから、それが余ってる分があるんですよね。うん、片道分が余ってるから、それをこう多分埋めるためにそういう仕組みが考え出されたんだと思うんですけど、うん、ヨーロッパに 何日以上、アメリカに何日以上とか条件はあるんですけど、2週間以上旅するんだったら世界一周チケットは結構お得で。一番安い時期とか、ファーストクラスで130万とか40万ぐらいで乗れてまして。まあ、ファーストクラス設定がある便が少ないですけどね。 Oh, sure